おはようございまーす。昨日ごめんね。なんか一瞬しかない。昨日逆になんかもうモンジュリさんが僕は嫌いだと思ってたんですよ。え？なんか嫌いだと思ってたんですよ、僕のことを。エンディちゃんのこと？目がめっちゃ本当にショックそうで、モンジュリさんの。うん。配信外というか、なんかミオちゃんも僕友達だったんですよ、あ、そうなの？ヘルプで知ってて、ミオちゃん？目とかでも全部整形なんですけど、綺麗な、はい。うわぁ。もう本当に、数年ぶりに会いたいなと思って、いたんですけど、あ、そうだったの。僕、YouTuber で働いてたじゃないですか。あ、そうだったの？それも知らなかった。あの去年とか、なんか、新八さんの券売さんとかとご飯行った時とか、僕、働いてたんですよ、あの時は何？あそこで働いてたのね、はい、キャスバーで。あの時は、なんか、C 君とか、うん。なんか、龍くんとかの、なんか、人件費が、なんか、足りないっていう話で、うん。僕の売り上げでそれを賄うっていう話で働いてたんですよ。ああ、なるほど。で、ちょうど1年前に、僕、6月バースデーなんですけど、うん。なんか、それで、なんか、普通にバースデー売ってたんですけど、うん。それこそ、ひろちゃらくんとかも来てくれたりとかして、モンジョリさんとかもお会いしたりとか、そんな感じだったんですけど。あの日ね。うん。そうそうそう。ね、なんか、要は、なんかお客さんが一人被っちゃって、一組。あ、うん。僕のお客さんと YouTuber の、なんか常連さんが二人だけいたんですよ。うん。で、被っちゃって、で、それ高橋さんがお客さんが被ったことに対してめっちゃ怒っちゃって、その常連が2組しかいないのに、うん、なんか、被ったみたいな。うん、で、なんか僕、バース製のその売り上げを自分につけろとか、一切そのバイトの子に言ってないんですけど、うん、バイトの子が僕につけちゃったっていうので、あー、なるほどね。そういう違いがね。ふざけるなってなって、あ、で、なんかお前はもう二度と YouTuber に来るなと。あ、そっからの勘違いというか、まあ、すれ違いから、昨日の感じだったんだ、帰れ、みたいな。そうなんですか。一年ぶりの、あれで、昨日の感じになって、で僕もすごい昇進して、なんか正直、なんか売り上げの結構、高確率で僕だったんですよ。うん、その YouTuber の売り上げのほとんどが自分っていうのを、高橋さんは知らないで、あ、なるほどね。まかなって。ミーティングの前日に僕をクビにしちゃったんですよ、去年。で、そう、それで昨日の感じになっちゃって、僕もすごい昇進してて、なんかその別に一切、その今まで悪口も言ってなかったんですよ、僕も。YouTuber。一切ではないですけど、まあ、ちょいちょい言われたら言ってたけど、うん、だからその自分から発信したりとかもできるけど、別に言ってなかったんですよ。うん、でもなんか僕のお店に配信者が来てると、高橋さんとかは、なんかただ、あいこさんが行ってたら、なんかまた遠藤の店に行ってるのかとか、ああ、エンディちゃんは遠藤さんね。あ、そう、僕遠藤なんですけど、うん、本名。とか、LINE 送ったりとか、ずっとしてたりとかして。あ、そういう、なんか、そういう感じなのね。ズケズケした感じね。歌舞伎町で、ね、なんかそういうのって、ご法度なんですよ、うん。例えば、まあ、モンジョリさんが、じゃあ、例えば、なんか他のお店行ってて、じゃあ、なんでうちの店来ないんだとか、LINE で送るのってご法度なんですよ、歌舞伎町内って。あ、そうなん、そういうルールがあるんだ。そういうルールが一応あるんですけども、バンバン破って勝手にデッキにしてそういうのしまくってるんですよ。何基本好きな店に行くというスタイルなの歌舞伎町って。あ、そうですそうです。別にいいんですけど、その色恋とかそういうの固めてる分にはいいんですけど、うん、そういう感じでもないじゃないですか。なんか普通に、うん、なんか元従業員を勝手にクビにして、うん、勝手にデッキにして、うん、で、別に僕のバーに来てる人をなんかその YouTuber から引き抜いたつもりもないし、うん、みたいな感じだったんですよ。まあそれをじゃあお話しした方がいいんじゃないかな、直接ね。まあなんかそれをなんかその多くの人になんか言えないじゃないですか、僕の配信に行ったところで。あ、そういうことがあったよっていうことね。僕は別にその問題にしたいわけじゃなくて、なんかその多くの人に言われちゃうから配信つけたら、それをなんか言ってますけど、ありもしないことね。そうそうそう、はいはい。まあそういう事実があるってことね。そうそうです。営業妨害されてるので、うん、そのあのモンジョリさんのわけで僕が営業妨害されてるのが伝わっちゃったんで、モンジョリさんのわけで挽回みたいな感じで申し訳ないんですけど。ああ、まあそうだよね、お店ね、あれだもんね。そうそうっす。
それだけなんですけど、申し訳ないです。すいません、電話もかけちゃって。そっか、びっくりしちゃってね、私もね、ああ、ヘンリーちゃんって時に、ね、ああいう感じだったかな。おじさんの目が、でも本当にびっくりしたんで、なんか嬉しかったんですけど。びっくりした、本当に。何事と思ってさ。欲しいのかなと思ったんですけど。いや、そんなことね、会うの楽しみにしてたの。絶対会いに来てくれるかなと思ったし。嬉しかったんですけど、また、みやびでお会いしました。すいません、申し訳ないです。わかりました。すいません、ありがとうございます。またどこかで。タイミング合えばね。はい。どうも。すいません。はい。ありがとうございます。なるほど。そういう感じなのね。昨日のあれは。なんかそういうのよくあるね、あそこのお店ね。あ、ごめんね。はい。どうしたの？いや、ちょっといろいろ申し訳ないですけど、なやちゃんのとこにも迷惑かけちゃってね。多かったよ、昨日の夜。まあ、これこれだからな、相手は。コメントが読めないぐらいすごかったよ。そうだね、ずっと、まあ、俺も寝てたから、また早めにそういろいろやってて。何があったの？なんかね、まあ、言われもない事実だと言うならば。言われもない実なんだ。うん、全く俺に非がない、今回の件は。なんでそんな嘘をつくんだな、相手は。多分これこれが話したいか。なんだろうな。なんか嫌がらせってこと？まあ難しいんだけどね、あんま言うと、その、不利になる可能性があるから。あ、逆にね。そう、だからこれを、その人を知ってるとも知ってないとも言えないんだよね、やっぱりその、賢く立ち振る舞うから。ああ、こういう問題は。そう。冤罪逮捕とかも全然あるから、その、例えばなんだろうな、何にもしてないにしても、その、個室だったりとか、うん。未成年の子といるとか、カラオケやっただけやけど、胸触られましたとかさ、うん。無理やりレイプされましたって全然言えるわけだから。ああ、そこで見てる人がいないからね。そう、それで、なんだろう。合ってますか合ってますかっていうのでさえ、ボロが出るというか、うん、だからあんまりそういうことは、ね、言わないから、俺は賢いから。今まであったのそういうの？まあ今まで何回も暴露はされてるけど、その未成年の処女にレイプしたっていうので今回炎上している、で、まあ、僕は未成年好きロリコンっていうのは周知の事実なわけで、で、レイプをするような人間ではないということも多分僕の今までのキャラだったりとか、まあ関わった人は多分分かってくれてると思うんだけどね、分かんないけどね、まあ、やる男だって言ったらもう終わりだけど、まあ俺の性格分かる人はでも多いと思う、関わってる人は多いから。なんかそういう行為自体はあったんだ。それも言えないね、行為というか。てか僕は前から小中高生は恋愛対象ですって言ってるからね。でも別にそういう、付き合ったりとか、真剣交際の上で、そういう、なんだろう、ひっついたりとか、キスしたりとか、エッチしたりとか、それは別にあっていいんじゃないと俺は主張してるけど、そのルールの中では、18歳未満手出したら、まあ、親の同意がなかったらダメで。小中高生、小学生も対象なの？まあ対象ではあるけども、そうなの。行けるなら行きたいけども、行ったら捕まるから、まあ、13歳未満だと強姦扱いになるわけ。そうね。だからなかなかそういうのは、まあやりたくてもやれないのが、まあ実際のとこやけど、でも、ね、やっぱりお互い好きっていう状態で、18まで待つっていうのは、まあ確かに、真面目かもしれないけど、でも世の中の人って全然18歳未満の人と大人が恋愛したりとかエッチしたりなんてザラにあるわけで、それを表立って俺が言うことは多分、まあ、なんだろう、叩かれるのはわかるけども、みんなわかるはずなんで、普通に18歳未満がエッチしてるかしてないかしてる人の方が多いということは。ああ、多いんだ。まあ、親の管轄って言ったら何も言えんけど、そういう未成年という立場を利用して、被害者ずらしたりとか、ジャックになり得るわけだから、
何でもやりたい放題なわけよ。だから言ったもん勝ちみたいな。なるほど。自分がレイプされましたとか言ったりとか、うん、まあ、目的は分かんない、ただこれこれと話したい、もしくは暇つぶし、もしくは深夜に相手されないから、あ、相手してほしいみたいな、目的が全く分かんない、私に対するやきもちみたいなもあるんじゃないの。多分奈々ちゃんを見てないと思う。多分その17歳の子って言ってたかな、多分。え、多分そういう展開になってるの知らないんじゃない、奈々ちゃんと付き合ってるっていう展開は。いやー、暴露するってことは知ってるでしょ、少なからず。いや、なんかね、部屋の作りが、うん、全く違ったから引っ越ししてるとかわけわかんないこと言ってたけど、うん、俺なんか模様替えしたりとかやってるのに、うん、前に家とか行ってたりとか、あ、そうなの、俺の家の構造を分かってなくて、1階でなんとかとか言ってるけど、その時点で俺の家来てないよねって話になってくるから、うん、俺の家来たことある人だと分かるけど、1階とかないから、1階っていう概念がないじゃん、俺のマンション。うん、ないね。と、まああんま言うとバレちゃうけど、うん、確かに。1階のなんか場所って言われたりとかして、まず1階ないし、部屋番号。いや、ちょこさ、そういうのさ、思い出せないぐらい人を連れ込んでんの、ぶっちゃけ。いや、覚えてるか覚えてないかっていう話ができないんだよ。相手が未成年だったらなおさら。あとは、成人の女性だとしても、うん、俺のポリシーとしては、うん、まあ、恋は姫事っていうテーマでずっとやってるから、あんまり二人が知ってればいいことやから、うん、第三者を巻き込む必要もないし、いちいちそれを暴露をね、5万人の前とかでやる方が、よっぽど頭おかしいし、うん、そんな9月にレイプされたって言ってるけど、こんな9ヶ月も経ってからね、まあなんでって感じ、悲しくなりましたとか怖くなりましたっておかしいし、これこれと話してるのを YouTube 見返したら、うん、やっちょの部屋どうだったって、狭かったって、狭かったヒヒヒヒって言ってたから、うん、で全然悲しんでないし、どこが追い込まれてんのって思ったけど、ただこれこれと話して楽しそうやなってイメージ。新やっちょに対して何かまあ、憎しみなのかわかんないけど、そういう、うん、怖いっていう感情はないと思う。私も昨日コロコロさんがかかってきて折り返ししたら、見た今日何してたみたいな感じで聞かれて、そうだね、まあ電話番号と連絡先知ってるっていう話でしょ。まあだからあの時連絡取れなかったのかな、やっちょくんは。俺は寝てたから。うん、そうなんだ。だって奈々ちゃんの時だって俺も10時ぐらいとか9時ぐらいから行って、そっからずっと夜、うん、ね、付き合って焼き肉行って、まあ、カラオケなかったから、まあ、歩き回って、その前にも俺歩き回ってんの、めっちゃ40分ぐらい、うん、場所わからんかったから、めちゃくちゃ疲れてたよ、うん、俺普段家で、ね、2、3ヶ月いる状態だから、久しぶりにあんだけ運動したから疲れちゃってさ、うん、そしたら起きたらなんかノックから電話かかったりとか、うん、みんな深夜ってやっぱり日比谷市の場所でベンクタロムの野田通りの水に乗っかってきて、そういろんな人が話題にしたりとか電話かけてきて、うん、みんな話題にしてたり とりあえずは大丈夫、無事なのかね、やちょくんは。無事かどうかは分かんない。もしこれで逮捕されたりとか、まああるんだったら、まあこれは冤罪逮捕にはなるだろうね、うん、僕は無理やりエッチをするような人間ではないって言いたいけど、うん、お互いレイプされました、レイプしてませんって言ったら、これは証拠がない話だからどうしようもないし。今まででそっち系で捕まったことあるの？そういうピンク犯罪者ではない。だって今まで俺、軽犯でしか捕まったことないし、配信を頑張りすぎて やらかしたやつだから、うん、犯罪者ってこれで読まれるのもちょっとね、不名誉なことですけどね。ピンク犯罪者だとね。この先、そういうことがあるとしても、やっちゃうの？いや、とりあえずまあ気をつけては普段から言うけども、普段かな。どうしてもそういう嘘の暴露する人はね、前から言うのよ、やっぱりネットって陰湿だから、うん、全く俺5万円貸してもない人に、インコバさんっていう5万円貸して帰ってこないって一線暴露されたことあったりとか、うん、とにかく俺はなんか舐められるんよ、世間体的に。違うんやったらこれ別にええやろみたいなところがあるから、うん、全くゼロのものを1でも2でもでっち上げる感じでやられる節があるんだよね。うん。いや、そこら辺で俺がまっさらだとしても、黒って言われてしまったら、世間の人は
あ、深夜町黒なんだって思われちゃうんだよね。俺が正論で並べても。あ、ちょっと身の振り方を考えた方がいいと思うよね。まあ、そうだね。まあ、うん。でもなんだろうな、基本同意の上だったりとか、そういう無理やりとかっていうのは絶対したくないよね。うん。まあ前も話したけど、大前提として俺のこと好きっていう人しか愛せないし、愛さないって俺の中でもポリシーだから。うん。だから僕のこと好きじゃなかったりとか、なんやろ、無理やりエッチしたっていうのは、それは俺の美学に反してるから。うん。別に俺も一応イケメンってネット界では言われてる方だし、モテなくはないから。うん。ここまで、ね、してまでエッチしたいとかじゃないけど、だって未成年ならなおさら暴露されるの分かっててってことでしょ。それで無理やりレイプしたら暴露されるに決まってんだ。そんな暴露。まあ、明らかに分かるよね。でしょ。で、俺が17歳と分かった状態で、うん、無理やり、ね、泣きながら嫌がられてね、ね、力でねじ伏してこうやってっていう攻撃を想像できるかな、うん、まあね。それはほんまに無理やりエッチとか言われるのはマジで名誉損だし、本当にしてないから。うん。未成年ってだけでそっちの方の味方するし、まあ親に言いますとかそうやって言ったら、それどういう状況かもわかんない。私とエッチすればいいんじゃない？え？今コロナだからね、でもね。え？コロナ。それは解決法じゃないの？逃げられたまた。うん。ただ水谷の話したかったのかわかんないけど、そういうパターンもあるから。うん。こっちもなんだろうな、完全否定もできないし、うん、完全肯定もできない。そっか。私は信じるわ。あ、でも今回の件どう、俺が悪いのかな、悪いとしたら何が悪かったの。